でさっきまで遊んでたんだよ。ボクちんね、ボクちんね今日はボクちんで頑張っていきたいと思います。ボクちん、ボクちんちょっと待って待って待って、テロップからどこ、絶対幼稚園生って間違えた。中学3年生です。中学3年生アイドルです。ハートハートハート、なんかハートない、ハートハート、あった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 、オッケー、あれ、あ、ちょ、これハート入れれんた、すごいね。中学3年生、3年生です、アイドルです、はい、オッケー、オッケー。なぜまたそれを着てる。そう、ボクチン、今日ボクチンだから、ボクチン、そう、ボクちんだから、そう、これそう、ごめんなさい。イエーイ、ボクちん、名前はボクちんね。ほっちゃんこと佐々木ほのかです。ボクちん、中学3年生、ボクちんはい、ということでですね、今回はもうなんかやばい、ショールームなのにさ、ショールームなのにもうなんかなんかすごいね、 YouTube みたいなテンションやわはい、見てこれね、さっき見つけた、さっきじゃねえよさっきじゃないちょ、さっきじゃないんですけど、この間見つけたんですよ。さっきだってやばい。この間これ見つけたんですよ。お菓子で作る日本庭園、じゃ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 ーん、っていうことで、ちょっとすんごいライトが半端な、ちょっとあれめっちゃ光ってるんですけど、ちょっとね、ボクちんね、今日はこれを作っていきたいと思います。イエーイ、イエーイ、作っていきましょうはい、作っていくんですけどね、開けよっか。え、なんこれ、サモ、あー、それ自分で作れるんだ、形とかね。お子ちゃま感が完璧、イエーイ。そう、ボクちん子供時代には買えない、言えないやつ、買えないやつだって。あ、待って、ギフトめっちゃ来てます。ありがとうございます。ベムさん、尊いありがとうございます。あー、そして、ダルマありがとうございます。竹春さん、いいね、ありがとうございます。すごい、ベムさんがたくさん送ってくださいました、ダルマ。ありがとう、ボクちん、嬉しい。はい。幼稚園児のほうちゃんってツイートして、ありがとうございます。はい、演じなくてもこれなんでやねん。はい、じゃあちょっとね、早速ペイペイとペイ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 はい、で作っていきたいと思います。はい、あー、待って、すごい、すみさんからくまさんいただきました、ありがとうございます。ありがくまありがくま、はい、てってさん似合う、ありがとうございます。え、カネールくん、かわいい、かわいい、ありがとうございます。ボクちん嬉しいなんかすっごい表面、こちらが表面だそうです。なんかこんな感じでね、どういうことこれ、見やから全然わからん、全然わからん。はい、用意するもの、はい、用意するもの、マグカップ、計量スプーン、スプーン、爪楊枝、水、何一つありませんね何、マグカップ、耐熱のもの、耐熱のものだって。マグカップ、計量スプーン、スプーン、爪楊枝、水準備不足されなやっほやっほちゃん、ボクちんは今日はこちらのね、日本庭園っていうのを作りたいと思います。イエイ、日本庭園、お菓子なんですよ、これ食べれるんですよ、見てください、ほら、これね、チョコ和菓子とゼリーとラムネ、素晴らしい。ということで、あ、そう、見てこれね、え、なんか落ちてきたんだけど、かわいい、なんかこれ
イエーイ。ちょっと前髪こうやって溶かせる。こうやってスーッとクーッと。日本帝国を作る、それは無理ですね。ちょっと出遅れたが、ヤホーちゃんでヤホーちゃん、ホーちゃんもちょっと今日は出遅れてしまった。はい、はい、見てくださいこちら、武蔵トミオ知ってますか？武蔵トミオ、これは何でしたっけ、里山里海のね時にもらったものなんですよ。これ熱いねお湯入れるとなんかねここのね色がね変わるんですよ。ここの色がだってそう変わった、いっぱいなんかねめっちゃなんか顔色がなんかね緑え、なんか変わるとって変わるんですよ、変わる、そう変わるんですね。はい、ボクちんね、はい、ほーちゃんやほーちゃんやほーちゃん、今日ねちょっと画面揺れるかもしれん、ちょっとねいつものスタンドじゃないんですよ、ちょっと今日はそう立たなくなっちゃったんですねスタンドがね、ちょっとだからね、めっちゃなんかいっぱいある、こんなんなんかほら見て、なんこれっていう、やばい、ちょっとね作り方がね顔色変わるのそうなんかね変わるとってまして、これあったかい塗れると本当にね変わるマジで、そうボクチンが、ボクチンね、そう自分の名前ねあんまり呼ばんけんね、なんていう、そうねボクチンね、そう頑張るボクチン、ボクチン中学3年生アイドルでーす、一応アイドルやってます。一応じゃないですね、はい、バリバリアイドルやっております。はいお願いします。そうね作り方、何飲み音？マミが人の飲み物を飲んであるぞ。じゃじゃーん見てください。なんこれいちご？見て！めっちゃさ凍っとるいちごが入っております。今日はいちご三昧。いただきます。そうほちゃんね。はい5月。15日にからですね、チアーズの方でミスイチゴっていうイベントに参加することになりました。はい、でアカウントがちょっと違う方でやるんですよ。アカウントがねほーちゃんのボクチンのアカウントがもう一個増えるんですよ。だからそちらの方でイベントをねしますので、ぜひ皆さんねミスイチゴ応援よろしくお願いします。本当にそのねミスイチゴにねまあ、審査で合格したらですね、私ねテレビにも出ますし雑誌にも出ますし、はいっていうね、そうなんですよ。だからぜひ皆さんねよろしくお願いします。裏垢ですか？裏垢ではないんですね。なんかそう今新しくねアカウント作っておりますので、ぜひそちらのね方でチヤチヤしていただければ。嬉しいでございます、お願いします。本当に1位になれるように頑張りましょう。まだ作ってないですアカウントはまだ作っておりませんのでね、はい、ということで作っていきましょう。こちらをね早く作らんと時間がない。はい、1、池ゼリーとは池ゼリーの素と 30cc の水はマグカップに入れよく混ぜ、500ワットの電子レンジで40秒加熱します、だそうです。だってはい、じゃあ僕ち今から作っていきたいと思うんですけど、これかな、池ゼリーの素、これだそうです。なんか池ゼリーこれをマグカップに入れて 30cc の水、 30cc だね、 30cc だね、30cc、 はい 30cc、 はい、じゃあ池ゼリーの素、はい池ゼリーの素です、こちら池ゼリーの素、池ゼリーの素やばい、池ゼリーの素をちょっと入れていきたいと思います。マグカップにドドンと、はい、やばい、うーすごいね、
月曜日にもと入りました。なんこれ、なんかね、わからん匂いがする。なんかでもソーダかな、わかんない。池ゼリー全部、ね、そう、なんやろね、これ30cc、これ 30cc? 30cc 入れまーす。 30cc スプーン、スプーン、じゃじゃん。あ、なんかね、なんか ラムネのちょっと違うバージョンみたいな感じですね。で、これをよく混ぜたら 50W で40秒加熱します。じゃあちょっとちゃんと混ぜて、よく混ぜてねって書いてあるんでね、よく混ぜていきたいと思います。すげえかっこいいな。よしよしよし、こんな感じで、はい、 50W で40秒加熱してきます。加熱します。500W 間違った間違った、 500W 500W でねしていきたいと思います。 50W って何やねん、全然やばいやん。 500W ですね、40秒していきます。はい、で、はい、で、これをねよく混ぜたらイケトレイに流し冷蔵庫でさ、はい、30分冷やしますとは30分冷やす、マジで、ちょっと待って、30分何言うと、そんな時間ないよないか、ボクチン、いろいろやばいですね。幼稚園の頃さ、よくさ、こうやってさ、袖なかった、ここのゴムこうやってぐるぐるしとってさ、こうやってで、幼稚園入るときはここめっちゃピシピシでギュって感じのゴムやったのに、なんかよ、なんていう、幼稚園終わるときビヤーン幼稚園、小学校かな、赤白帽子とかさ、赤白帽子とかもうね、小6とかだともうこんな、もうこんな感じ、もうね、なんかそれゴムの意味ありますかみたいな感じ。あ、それ見て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 、ほら見て見て見て、ほら、やばくない色が変わるんですよこちら。え、これ40W さ、めっちゃ熱くない、バリアツインか、はい、見てこんな色、あ、ちょっと待って、頑張って生きてほしいね。あれ、スプーンがない、スプーンなくなっちゃった。やろう、色変わるやろ、具合悪そう、それが、そう、めっちゃ具合悪そうなんだけどそう、で、はい、これを混ぜたら、なんかこれをこの中に入れていきたい、そうです、出ていきます、入れます。よく混ぜてねって書いてある、ちょっとここもちょっとよく混ぜていきたいと思うんですけどね。よし、それでは豆乳、絶対固まっちゃったわ、めっちゃドロドロするやんけ。そりゃそうか、ゼリーやもん。はい、池ゼリーの素、うん、ママ美味しい池ゼリーの素入れました。じゃじゃーん、プルプルじゃあこれをね、冷蔵庫で冷やすそうです。30分、はい、うまいっす。その間なんか、そう、その間作るよ。待って、これ美味しい、意外と美味しいわ、美味しい美味しい、あー美味しい。ほうちゃんね、違うね、ボクチン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 、あれなんだよ、なんかこういう作る間の生地みたいなのがボクチン好きなのやけんね、なんて言うと、その
ホットケーキのさ、なんかさ、焼く前のさ、めっちゃドロッドロしたさ、液体みたいな時があるやん。その時のやつとか大好き。わかります？なんか音、音楽止まっちゃった。止まった止まった。リピートアフターミー。よし、はい、わかります？ねえ、わかります？もうなんかその料理を作る前の生地みたいなのが好きなんですよ。お腹壊すよって。そうなんですよね、そうなんですよ。そう、美味しいんですね。はい、でちょっと続きを取る、作るんですけど、あ、違う、待って、あ、これあれだ、ゼリーがさ固まらんとさ何も作れない系女子だ。女子じゃない。女子じゃないよ。うまい。これいちご。イエイ、めっちゃいちごの味する、バリ美味しい。イエイ。ほのね、違う、ボクチンね、ボクチンね。やばいやばい、めっちゃ売れるめっちゃ売れる、大丈夫、自信や自信。ボクチンね、あの、なんて落としたか忘れた、今忘れた忘れた、ボクチンの、ボクチン、なんて落としたか忘れた。ボクチンね、そう、ボクチン、ボクチン、ボクチンってなんかなかった名前、ボクチン、なんだっけ、ボクチンっていうさ、なんかドラマのなんかありませんでした、なんかありませんでした、ボクチンっていう、なんかボクチンっていうさ、なんかあったやん、なんだっけ、ボクチン、なんだっけ、なんだっけ、こんばんは、って、こんばんは、はい、アップアップガールズかっこ2期のほちゃんこと佐々木ほのかです。一応、一応じゃないって、だから一応じゃないんだよ、アイドルやってます、アイドルです、ボクチン、なんて、ボクチン、ぼっちゃん、ぼっちゃんかな、ぼっちゃんかな、ぼっちゃん、ぼっちゃんかも、待って、ドラマ品、なんやったっけ、ぼっちゃんかも、ぼ、ぼっちゃん、ね、なんやったっけ、ぼっちゃん、ぼーちゃん、ぼーちゃんじゃない、違う、なんかね、ぼっちゃん、ぼ、ぼ、ぼっちゃん、ぼっちゃん、違う、ぼくちゃん、ぼくちん、ぼくちん、ぼくちゃん、ぼくちゃん。ああ、あ、そう、あれよ、なんかね、名前忘れた、あのね、コン、あ、コンフィデンスマン。コンフィデンスマンよ、そうや、コンフィデンスマン、ぼくちん、ぼくちゃんか、ぼくちゃんって言いますよね、ぼくちゃん。コンフィデンスマンのね、そうやつですね、はい。はそこ、私、私じゃない、ボクティンね、コンフィデンスマン大好きなんですよ、めっちゃ面白くない。はい、どうしよう、こんなに30分も待つなんて思っとらんかったけんさ。お話をね、皆さんとね、したいと思います。はい、今日暑かったけど平気だったって、大丈夫です。あ、でもね、めっちゃね、暑かった本当に、なんてね、もうなんか夏みたいなね、そう、洋服着とってさ、そう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 、あれ、続編やってほしいわ。え、やってます、やってます、やってます。今度ね、また、あれですよ、映画がね、始まるんですよ。なんか、この間さ、映画、さ、コンフィデンスマン JP やったかなっていう、なんか、映画あってて、次もまた映画がね、またね、帰ってくるんですよ。だから、絶対見に行きたいなと思ってて。一緒に見に行きましょうね。ボクチンと一緒に見に行きましょう。イェーイ、ボクチン、ボクチン。プリンセス編、あ、そう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 。
そうなんです。あい、普段は自分のことほのって言ってるの。なんて言えばいいかな。そう、ほのって言う時もあるし、ほうちゃんって言う時もあるそう、なんかそう、福岡にねおるときはなんか、そうね、なんかね、家族とかはほのってねよく呼ばれとってね、そう、友達からもほのって呼ばれとったけん自分でもほのって呼ぶようになったっちゃけど、なんかほのって呼ぶようになったっちゃけど、なんでやろうね、なんでほうちゃんって呼ぶんだろうね。あ、でもなんか友達の一人二人三人ぐらいがなんか結構ね近くにおった子がほうちゃんって呼びよった、呼びよったって、多分きっとね確かそうやったな気がする。でやけん僕ちんもほうちゃん、ほうちゃんおめ、そうほうちゃんって呼ぶね、そうめっちゃ近いって言われたほうちゃん近い方がいいよね、うん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 、ほうちゃんじゃない、僕ちん近い方がいいよね、うんやだー、うん、前のグループだとニックネームほのちゃんだよね、うんうん違う、前のニックネームはほのたんだよ、そうほのたん、そう、あっそうよ、そう前のグループでほのたんやったけん眉毛たんなんよ多分っていう解説そうでもほのちゃんですね、私はほうちゃんっていうね、そうなんで、あい眉毛たん、そう眉毛たん、ぼくちん、ぼくちんね眉毛めっちゃ太いとやけん眉毛たんみたいなお兄ちゃんそうそうなんです、そうですなサムゲタンみたいな、サムゲタンって何、サムゲタンって、サムゲタンとは今日も前髪綺麗ですねって、そう今日はあんまりね巻いてない、今日は結構自然体に、自然体で作りましたね、イエイ。今日の眉毛たん繋がってないの、どういうことどういうことはい、眉毛たん知らなかったか、そう寒毛たん、寒毛たん知らんかった、知らん、そのサムゲタンとは、あー韓国料理、サムゲタン、そうなんだ、韓国料理なんだね、サムゲタンって、そうなんだ、初耳、初耳学そう最近ねいろいろと学ぶことが多いんですよ、私は、ボクチンはボクチンは最近ね学ぶことがね多いんですね、はい、眉毛たん、そう眉毛たん、そうあなんかね昔にね、ほんとね小学3年生4年生ぐらいの時にほんと一時だけ眉毛をねこう全開にこうバッてする時があったね、懐かしい、めっちゃ恥ずかしい今思ったら、なるほうちゃん、そうなるほうちゃん皆さんもやってみてください、なるほうちゃんってあほっちゃんに会いに来ました、ありがとうございます、イエイ、あ待って、めっちゃギフト来とった、今パッと見たらギフトいっぱいあったわ、ここを読んで、あ、スミさんからバラいただきました、ありがとうございます、ベムさんかわいい、ありがとうございます、ミッチーさん、ハートたくさんありがとうございます、あ、ベムさんだるまありがとうございます、ありがとうございます、すごいいっぱい来た、いっぱいありがとうございます、よいしょ、あ、待ってスミさんからサイン入りチェキ付きアパップガールズかっこにきブルーレイありがとう、そう聞いてください皆さん、はい、なんとですねただいまね
ショールームのこちらの方からね、購入ログの方でですね、アップアップガールズカッコ2期のマイナビブリッツ赤坂のねブルーレイが購入できるようになりましたということでですね、ペペイ、はい、ということでまだねブルーレイね持ってないって方はぜひねご購入お願いします。はい、あの時はねアホちゃんのねソロとかね、そうメンバーのねそうソロとかね入ってますし、あと新メンバー初披露の日だったりとかもしてますので、結構ね歴史がね刻まれたねブルーレイとなっていますのでね、ぜひ皆さんご購入よろしくお願いします。そう初披露懐かしい、ハッピースラブ踊ったんですね。ハッピースラブとあとアンコールの時にねニナーシーダンシングね踊りましたね。懐かしい、踊ったよね。あ踊りましたそう自己紹介とかねいろいろありました。そうほーちゃんは両思いの印を歌いましたね。はい、ちょっといろいろやばかったですが歌わせていただきました。はい、赤坂の頃バリバリハローってやった。そうなんですか、あらいらっしゃいませアンコールの二の足めっちゃ楽しかったね。あんまりねそうまーちゃんがめっちゃ走っていやーって言ったよ最後あれ桜井さんですか、あれ桜井健太さんですか、リーナーって書いてあるヤッホーちゃんって、ヤッホーちゃんありがとうございます。やったー、ありがとうございます。バクチ嬉しいありがとうございます。すごい、なんかやだなこんな格好してるのバリ恥ずかしいわ、ボクチンボクチンやばい、いひひその衣装は本物って、本物どういうこと、違う偽物、着ぐるみ違うこん、うん、そうネットで購入したやつそう今日はボクチンってことだったのでちょっとね幼稚園生になったよっていうね、そうボクチンです、ボクチンです、はいはーい、うん、ボクチン呼び似合うなんて本当？やったイエーイ、ボクチンボクチンボクボクチンドンキで買った感じの服感が、ドンキじゃないよこれ、ドンキなんかな、わからん、ネットで拾ったやっぱ時代はメルカリですよ時代はメルカリだ、はいあその格好でライブやろうっていいですね、ほらしんのすけだぞってあーやばい、ボクチンボクチンボクボクチン、そうですね、時代はメルカリ、そう時代はメルカリですよメルカリパプリカならいいかも、パプリカ、パプリカ踊りましたね、懐かしい、アミタアミタとねシマちゃんとチーコと私で踊りましたね、懐かしい、まーちゃんがねそうプロデューサーしてくださ、プロデュースしてくださってね、歌って、まーちゃんが歌って、そして MV のなんていうのプロデューサーみたいなでしたね、はい、ぜひね皆さんもね見てみてください、ニキちゃんの方で確か上がってると思います、はいお願いします、イエイ、多分ねアップ側にパプリカって調べたら多分絶対出てくると思うのでそうみんなでね制服ね着
してね、踊ったりとかね。懐かしい、めっちゃ懐かしいやん。そう、あの時ね、まだね、あんまりね、アミタとかね、シワちゃんとあんまりね、今みたいな感じじゃなかったけんね、そう、ちょっとぎこちない感じからのみたいな。そう。あ、待って。もしかしてね。あう。はい。コスプレ似合うって。でーい、コスプレ？そうじゃ、コスプレ。あ、ボクちん。名札つけとらんかったね。見えんね。見えんね。ここに貼っとく。ここに貼っとくか。ボクちん。やばい。ボクちんですね。じゃじゃーん。やったね。名札かわいい。やろう、ボクちん。ボクちんです。はい。多分、え、固まったかな、焦り。固まった固まったかな。マミーの字って、そう、ほのがね、書いたみたいに書いてもらったよ、ボクちん。ここに、ここに入る、見えんな、やっぱここか。ゼリーになったかな。ボクちん出席番号、ボクちんは44番。ボクチン44番、主席番号44番。だって4は幸せを運ぶ数字だから。やめて、逆さまにしないで。え、あ、いい感じ。待って、ゼリーできた。じゃーん。え、めっちゃいいわ、いい感じ。見て、つまようじがいるわ。え、つまようじあったっけ。にあ、分かった。出席番号めっちゃ浅いね。そうだよ、そう、男女で分かれとるけんね。分かれとるよ、あの中学校。そう、中学校ね、1から、まあそんな感じ。そう、先にめっちゃなんかね、さい、みえ、分かんない、何これ、なんかわからん匂いする。なんかね、青ぶどうみたいな。あー、待って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 、君そこじゃない。あー、待って、危ない、ちぎるとこやった、危ない。うん、池に合わせて裏返しに置く。なるほど、こういうこと。はー、ね、落ちてくれんっちゃけど、どうしたらいいと思う。落ちてくれない。あー、待って、壊れそう。マジゲームさせられてる。あー、感じがめっちゃ本物っぽくない？こんな感じ、なんか空気がめっちゃいい感じ。そう、え、めっちゃいいわ、空気めっちゃいい感じじゃない？ほら、めっちゃ本物。この空気とかね、めっちゃいい感じじゃないですか。ぷくって、かわいい、めっちゃ動くやん。よし、 OK。 はい、ということでね、ちょっとね、それではちょっと砂浜を作っていきたいと思います。砂浜？行きましょう。え、待って待って、髪の毛光った。あ、痛い。
クチン泣く。ワクチン泣いちゃうぞ。はい、それでは作っていきましょう。くだり、あ、そういうことか。じゃあね、これをねこの中に注いでいきます。ごめんね。ああ、なるほどね、こういう感じで、いい感じ。オッケーオッケー、なるほどね。よし、なんかこんな感じ。なんかここにあると、ここにここにあるこれ、これをなんか砂みたいなね感じで、あ、やばい、かわいい。なんてキット、なんかねお菓子で作る日本庭園ってやつお菓子で作る日本庭園っていうやつを作ってます。じゃじゃーん、見えるこれを作るんですけど、今ねめっちゃ頑張って砂をねまぶしております。ね、どうしようね、ここ行ってくれんだけど、もうよし、今頑張ってね砂をね文武平等なんていうとこれ文武平等にねちょっと広めてあげます。ほらこんな感じ、いい感じ。ほら今砂がいい感じね。日本庭園すごい、そう日本庭園頑張ってる今。日本庭園に俺はなる。よし、文武平等、そう文武平等、文武平等、文武平等ラッパーみたい、文武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 平等みたいな、はい、分かったよ。もうめっちゃマミーがバカにしてくれちゃうけど、ひどいわもう。よし、いい感じ。あ、待って待って、いい感じじゃない、ちょっと待って、本当にえ、こんなにさ砂いらんくない、いるとかいな、なんやろうかいな。なんかこんな感じでまぶしました。はい、この子ね形みたいなのがねいっぱいあると、なんかこんな感じ、ちょごめん破るのめっちゃ下手くさいけど、そうバリ適当に破るけど、なんかこんな感じの渦巻きとかこんなんとかねいっぱいあるんですけど、ほうちゃんはじゃあこれ、ぼあボクチンはボクチンはボクチンはじゃあこれを作っていくよ。このね渦巻き、お山さんみたいなやつをいっぱい作っていくと思います。イエイ、ということでちょボクチン頑張ろう。じゃあお山いっぱい作ります。お山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 、もうなんかさ、お山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 、もうやばい、本当になんか頭どうかしたって言われそう、友達に頭どうかしたって言われるわ、やばいよ、ボクチン泣いちゃう。できたボクチン、見てボクチン、イエーイ目が疲れてるかな、ずっと今開けっぱなにしてた。じゃあ続いてじゃんじゃん、庭を囲みます。レッツゴー。砂はなんでできてる、それはね砂でできてるんだよ、違うね、なんかね分かる、ラムネでできてます。そうラムネでできてるんですよ、こういう感じで。ち
ょっとね作っていきたいと思うんですよ。本当に本当に今作ってね、岩チョコかなって、そう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 、岩チョコでございます。ちょっとめっちゃ硬い。ほーちゃんねこの岩チョコ大好きなんですよね。バリ美味しい、もうこの岩チョコ本当にね、お褒めしますということで、今からね、岩チョコを乗せていきたいと思います。ほーちゃんこういう飾り付けは得意だよ多分。やばいやばいやばい、持ってくれ、なんで食べたって。そうだよ食べてんな、待って、なんかさこうやってさめっちゃ真剣にさめっちゃ真剣にさこうやって作りよったらさ、ボクチン設定忘れ、え、ボクチン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 ね、ボクチンね、ね、ボクチンね、なんかボクチンこうやって真剣にね、あのね、いろいろやってるとね、ボクチン喋んなくなっちゃうの。そうだからね、なんてなんか喋りたいよねやっぱり。でもさボクチン頑張るね、ボクチン頑張る、ボクチン頑張るよ。画面は帽子の黄色、そう画面の黄色ですね。ちょっと待って、今ね頑張ってね囲ってるんですよ。何これなんていうと川、池池池をね今頑張ってちょっと囲い最中なんで、少々お待ちくださいませ皆様。川ってやばいな、川でもないもんな、なんかさ、なんかよし、ちょこれ足りる、食べたらいかんかったかもしれん。開いたー、てるん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 てんてんてる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 んてんてんてる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 んてんてんっていう音なんですよね。知ってましたか皆さん。新曲、もう新曲じゃないか、もう違うか。世界で一番可愛いアイドルはねこういうインストをしておりますって知らなかったでしょみんなね。そうできた、頑張って囲いました、じゃじゃーん、ねえ、あ、バリーニューするで囲ったっちゃけど、なんかさ、なんかここら辺にいっぱいなんかこうやってさ乗せたいやん。それでは全部やっちゃえ、ちょめんどくさくなってきちゃった。よし、オッケー、できたー、ボクチン完成、ボクチンは完成してないけど、じゃじゃーん、ちょっとあんまりね横にしすぎるとね落ちるかなと思って、やっぱ落ちるやろ、ほらじゃじゃん、イエイ、あー落ちた。もうなんで泣くよ、このボクチンやばいやばいやばい、ちょっと待って、ねえやばい、破壊されよる、重力に破壊されとるぞ、もうやだー、やばいやばいやばい、ちょっと待って、よし、できたできたできた、完成、じゃじゃーん、できました、ねえ、写真撮って、写真できた、ボクチン、じゃあボクチンの日本庭園っていうハッシュタグ、ボクチンの日本庭園でぜひ皆さんさ、SNS お願いします。イエイ、ボクチンの日本庭園でよろしくお願いします。よし、
ということで無事に作ることできました。まあいろいろねありますがね、日本庭園無事に作れました。ぜひ皆さんもね作ってみてください。年齢制限とかはないと思う。あれは8歳以上。やばい、ほっちゃん5歳なのにしちゃった。あら、ボクティン5歳なのにやっちゃったよ。でへぺろ。これ8歳から8歳以上からだってボクティン5歳なのにやっちゃったよ。でへぺろ。はい、ということで時間がねちょっとやばくなってきたんで、お題を出したいと思います。お題続いては、ドル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 、ほっちゃんね、この巻き舌的もんドル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 、じゃん、ちなちゃんです。はい、ということでですね、前回ねちなちゃんからはねイケボ配信っていうことでね、いろいろありましたね。ということで今回はイケボ配信にちなんでカワボ配信していただきたいと思います。はい、カワボ配信ですね、よろしくお願いします。カワボ配信というのはですね、本当に誰がどう見ても可愛いと思う声をね出さなきゃいけないっていうね、わかりますか。そう、例えばね、例えばやりますよ。なんかこういう感じで、なんかあんまりね、そう、なんかマイメロみたいなね声なんですけど、なんかカワボ、そう、なんかそう、みんなが聞いてもなんか可愛いなってね、そう思いね、そうだからこんな声を高萩さんにはねしていただきたいなって思うんですけど、ちょっとね、僕ちんはちょっとねこの間イケボでねちょっとねいろいろ苦労したのでね、じゃあちなちゃんにはねカワボで苦労していただきたいなと思ってね、そう、全然そんなこと思ってないんですけどねっていう感じでね、はい、カワボ出していただきたいと思います。まあカワボって言ってもいろいろ種類がありますので、私のはうざかわっていうねはい、という感じでカワボ配信なんか決めたいね。だからね、めっちゃいいね案がね出とったっちゃんね、今ね、めっちゃいい案が出とった。カワハギこれカワハギボイス、そう、じゃあそうしよう。次の配信はカワハギボイス配信ということで、はい、いいですか、いいですか、いいですか。はい、じゃあ続いてのお題はカワハギボイス配信です。よろしくお願いします。ぜひ皆さんね、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、本日もショールーム見ていただきありがとうございます。うん、あ、そう、ね、1200人の方が見てくださいました、ありがとうございます。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。ボクチンボクチンボクボクチン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 、バイチャボクチンボクボクチン、はよ割れて。了解バイバーイ、またね、ボクチンボクチン、バイバーイバイバーイバイバーイあれ終わらんちゃけど、なんであれ終わってくれん、あ、間違った、遅く間違った、また間違った、バイ